皆さんこんにちは池さんです今回はですねコロナ禍の湯沢リゾートマンション暮らし2年目メリットとデメリット本音を語っていこうと思いますまずですねこの湯沢町には50棟以上リゾートマンションがあるのでその マンションそれぞれの仕様とかルールとかによってまた変わってきますのであくまで僕らが住んだリゾートマンションのメリットデメリットを聞いてもらって皆さんのマンション選びの参考に役立てばいいかなと思って今日はねお話ししてみたいと思いますじゃあ早速いきましょうまずはメリットからこの冬リゾマン暮らしで一番のメリットだったのはやはりですね除雪ですね。 朝の除雪特にご存知の通り今季は湯沢町ってものすごい雪が降ったんですねなので一晩で4 0ンチとか5 0ンチ多い時は6 0ンチとか降る日がありましたもうね僕の住んでるマンションなんかは朝の6時ぐらいから管理人さんが除雪作業入ってくれるんですねなので基本的には車の雪下ろしだけすればスーッと出れるようなコンディションに駐車場とか雪を除雪して整えてくれるのでまず何よりもこの 管理人さんが除雪してくれるっていうのが今年の冬こそまさにリゾンマン生活をする一番のメリットだったんじゃないかなと思いますそしてやはりなんといってもリゾマン暮らしの大きなメリット魅力大浴場ですね特にですね 今年はスキー客がたくさん週末来てるので公共の温泉とかってねものすごい激込みしてたんですねなので自分のうちに大浴場があってマンションによってはそれも温泉のマンションとかもありますのでやっぱり何よりこの湯沢のリゾートマンションの大きなメリットの一つで一つだと思います大浴場ですねさらに、えー、と僕が住んでいるマンションは結構定住者もいまして同じ小学校に通う子どもなんかも住んでいるので 例えばね男の子同士みんなで一緒にお風呂に入ったりとかそういう時間が作れたりするのもこれまたちょっと特殊ではありますけどもあ僕が住んでいいるママンンンンシショョリリゾートマンションのメリットののメッつだと思いますはいそしてリゾートマンションならではなんですけどもフロントが多くのリゾートマンションにありましていろんな業務をやってくれてるんですけども僕の住んでるマンションなんかは特に。 ヤマトとかの宅急便が来ますと管理人さんが一緒に同行してくれて玄関の中に荷物を置いてくれるっていうサービスをやってくれるんですねこれもマンション全部ではないと思うんですけどもフロントがついているメリットっていうのはすごく大きいなと思いますまず宅急便の受け取りがすごく楽にできる。 湯沢町での生活面の情報提供をしてもらったりとかそれから郵便物の受け取りそれからタクシーの手配なんかも僕の住んでるマンションはやってくれますのでやっぱねフロントがあるっていうのもねリゾートマンションならではだしそしてそれがね非常にちゃんと機能してるっていうのもすごく大きなメリット魅力の一つだと思います。それがですね寒くない これ特に冬季限定で移住している僕たちにとってはすごく大きなメリットなんですけども、まあ、そもそもマンションのね作りがしっかりしているので気密性が高くて部屋が冷えにくいっていうところもあるんですが僕たちが今滞在しているマンションは、えー、定住者の人も多いのでそもそも建物自体がねあったかいと言いますか冷えにくいそういうところもマンションだからっていうところがあるのかなと思います。そのおかげで実は暖房高熱費が 予想以上に安く住んでいて僕のマンションはガス暖房なんですけども、まあ、去年と同じく予想以上に暖房費っていうのが安かったあまりかかってないっていうのもこれマンションだったからっていう特徴の一つなんじゃないかなと思います、えー、寒くないですねそれからですね、えー、これ湯沢町ならではでもあるんですけどもスキー場それから地元のスーパーなんかへのシャトルバスが非常に豊富に揃ってるんですね。 例えば僕が住んでいるマンションからだとすぐ近所のバス停から行けるシャトルバスがたくさん出ているので近隣のスキー場なんかは車を持ってなくても、えー、朝ね3便ぐらいバス来ますのでどれもシャトルバスを使って無料で行けたりしますそれから地元のスーパーも1日1便なんですけども、えー、送迎バスを出してくれてるのでそういったあの無料送迎のシャトルバスがたくさん出ているっていうのも このリゾートマンションの大きな魅力の一つじゃないかなと思います。でちょっと離れたスキー場に行くのにも一回駅まで行ってしまうとですね今度駅から各スキー場へのシャトルバスっていうのがすごく豊富にたくさん出ているのでそういう意味では例えば車を持ってなくてもここでは生活にはあまり苦労しないかなっていうところシャトルバスが充実してるってところですねこれもまた湯沢町のリゾートマンションの大きなメリットの一つになるかと思います。 チェックしておいい。くださいそれからまあ僕たちみたいにスキーやスノーボードをやるためにこっちに移住してきている方にとってはやっぱりスキーロッカールームそれからチューンナップルームっていうのがあるのも大きなメリットですね。 僕たちは特にねワックスがけをやったりそれを剥がしたりっていう作業が必要になるんですが自分の自室ではなくて専用のメンテナンスルームっていうのがあったりスキーロッカーがあることでそこに道具をねしまっておけたりとかする専用のスペースがあるので特徴的だと思います、えー、もう一つねえっ、ー、とゲストルームがあるんですねリゾートマンションってマンションに住んでいる人たちはすごく安価にそのゲストルームを予約することができますなのでお友達が遊びに来たりとか 親族とかね遊びに来たりする時とかはゲストルームをね用意してあげることもできるっていうそれもねまたリゾートマンションの大きな魅力の一つではないでしょうか。最後にね えー、リゾートマンションならではですけどもこれもプレイルームとか娯楽室とかマンションによってはすごく豪華なフィットネスルームがあったりとかですねそれからプールがついているリゾートマンションなんていうのもあるのでスキースノーボードした後にさらにこにプールで人泳ぎしてそしてさらにフィットネスルームでトレーニングしてから大浴場でサウナに入ってシャワーを浴びるなんていうルーティーンが組めるのもこれまた湯沢の。 リゾートマンションの大きな魅力の一つかもしれませんチェックしてみてくださいというわけでまぁ、あ、たくさんまずは湯沢のリゾートマンションのメリットを紹介しましたけれども当然あのいいところばっかりじゃありませんデメリットもあります特に僕ら、えー、今年で2年目になりますので色々いろいろと気づきましたリゾートマンションのデメリットっていうのもちゃんと紹介していきたいなと思いますまずですねリゾートマンションの 所有者ってやっぱりね企業がねあの福利厚生で持っている部屋を持っているケースが多いのでやっぱりねいろいろな人の出入りが多いですねこれこそねリゾートマンションの利用客層になるので、まあ、そういう見ず知らずの人がたくさん出入りするっていうのが苦手な方っていうのにはあまりおすすめできないのかもしれないです。 それから設備が古いですね基本的にはこれもう90年代のバブルの時に建てられているマンションがほとんどなので基本的にもう設備が古いです特に暖房設備だったりとか給湯設備だったりとかねあのオール家電の走りの時代のマンションでもあるので暖房まで電気ヒーターボードヒーターなんて言うんですけど電気で暖房を賄う部屋もあるんですがこのね暖房器具電気の暖房機器がほぼほぼ使えないんですね ほぼほぼ使えないくせに電気代だけはバカみたいに食うっていう30年前の遺品がまだついているような部屋あのマンションもあるのでそういうところがまあデメリットかなと思います。特にそのボーーードヒーターっってていう電気型の暖房機ってあの下手すると 毎月ね、五万円ぐらい電気代請求来ちゃうらしいんですね。なので、えー、もし購入とかね、選ぶ時の、えー、大事な要素として、暖房設備どういうのが揃ってるかっていうのは、特にあの冬季ね、冬とても大事な要素になりますので、そこはしっかりと調べられた方がいいです。僕のおすすめは、ガス暖房がついているところ、あるいは灯油の暖房機器ですね、ついてるところで。 タンクから補充するのではなくてホースがちゃんとついていて常時供給灯油が供給されているような灯油型の暖房機がついているマンションがいいんじゃないかなと思いますそしてですね 機密性が高く作られているマンションが多いのであの石油ファンヒーターとかの利用を禁止してたりそれからガスコンロカセットガスコンロとかの使用も禁止されているマンションが多いのでそこら辺もよくね説明を聞いて、えー、選ぶ必要があるかなと思いますので要チェックしておいてください。 それからこれもね僕たちみたいに子供がいる家庭にとっては特に大事だったんですけども部屋の中に洗濯機を置くスペースが実はないマンションってたくさんあるんですね当たり前ですリゾートマンションなので長期滞在者向けには設計されていないのでそういうマンションにはコインランドリーがついてるんですねところがそのコインランドリーの 洗濯機自体が30年前のコ董品みたいなばっか置いてあるのでなかなかねちょっとそこが問題になりますなのでうんと買われる方それか定住を考えられるような方には必ず洗濯機を置くスペースが部屋の中にあるかっていうのはよくチェックした方がいいかもしれないですそれではここまでお話をした中で湯沢のリゾートマンション 買うべきなの買わないべきなのっていうところのお話をちょっとだけ僕なりの考えでお話をしたいと思いますまずですね湯沢のリゾートマンションってもう全体的に破格値で購入できる、えー、物件がものすごく多いです破格値であるっていうのはやっぱり需要と供給のバランスが合ってないからあの安い物件が多いっていうだけで決して えー、ボロ屋ばっっかかりだだらそんんなな値段なんだってことは,ではないとは思うんですねめちゃめちゃ価格帯のレンジ広くて下は10万円台から上は1,000万2,000万っていうクラスのハイエンドな部屋まであるんですけれども主に大体いい50万円から100万円ぐらいの予算を組んでおけばそこそこいい部屋いい物件見つけられると思うので、えー、僕はものすごいねお買い得なんじゃないかなと思ってます。 では次その、まあ、購入の際ねマンションを買ってみようかって思った時に気をつけるべき点っていうのを、まあ、いろんな人たちから僕もアドバイスもらってますのでそれを一部ご紹介したいなと思いますまず1つ目まあそもそもさっきも話しましたけどこの湯沢町って50棟以上のリゾートマンションがあるのでまあ、ピンからキリまでいろんなコンディションのマンションがあるんですねなのでまずよく調べてみてくださいそのの中で大事なのは 直近の組合の議事録をチェックすることだっていうふうに聞きました議事録の中で見るべき点は修繕積立金がしっかりとできているところかそれから大規模修繕の計画がちゃんとさ,らされているか そしてその計画通りに修繕等々っていうのは行われているかっていうそこら辺も全てその組合の議事録でチェックできるそうなんでまずはそういったところですね運営状態がととててててても健全にになっっっっいいいいるるかかううころをしっかり調べるべきだっていうふうに聞いてますそれから滞納者というか滞納金額っていうのがいっぱいあるかどうかっていうところねそういうのも一つそのマンションの管理状況という。 それから定住者の状況っていうのを調べるのにも重要な情報になりますのでそういったところもその議事録などから調べてみるとといいと思い思ますでマンションのその状況を確認するのにやっぱりその共有部とかの施設をねしっかりとチェックするのがいいと思うんですけども。 僕はね一番ね、えー、チェックするのにゴミ捨てて場がね一番いい目安になると思ってますつまり、えー、ゴミ捨て場がねすごくきれいに管理されてるってところは、えー、たくさんの人たちが住まわれていて管理,管理状況が非常に行き,行き届いてるっていう一つの大きな指標になると思いますので、えー、マンションね購入される時は、まあ、いろんなところをチェックする中でもゴミ捨て場。 ここを、ね、チェックされるとといいと思い思ますここが、えー、ずさんになっていると当然ですけど分別もできてないし清掃もできてないしっていうあの状況になっていると思うのでそ,のそれを見ればそのマンションが、えー、いいコンディションにあるかどうかっていうのはすぐね判断つくんじゃないかなと思いますゴミ捨て場が一つ大きなチェックポイントです。 さらにその大規模修繕っていうのをねしっかりと計画的にされていれば外壁とかもねちゃんと塗装し直しとかはされているのでまずそもそもマンションの外壁外観を見た時にうわ切ったねってところはちょっとやべえんじゃないかなっていう判断でいいと思います。でも僕が知ってる限り多くのリゾートマンションもう何度も外壁とか大規模修繕やられてるので基本的に外観はね綺麗なところが多いんじゃないかなっていうふうには思いますね。 というわけでいろいろと、えー、リゾートマンションのメリットデメリットそれから購入する時のポイントなんていうのをご紹介しましたけどもじゃあ最後にますまず率直に答えを言いますと僕はま,だ買いま,せんまず理由の一つは他にもですね住んでみたいっていう興味のある地域があるからです。 なのでまだユーザーのリゾートマンションを購入するっていうところまでは至ってないっていうのが正直なところですしかしですね僕はですね中小企業の福利厚生施設として購入するっていうのはすごくメリットもあるし魅力もある物件だと思うんですユーザーのリゾートマンションって。 例えばね、えーとまあ、こういうコロナ禍で働き方がテレワークにどんどん切り替わっていったりそれから今ワーケーションっていう働き方がねすごく注目されている中でまさに湯沢にワーケーションに来てそして1週間ぐらい滞在しながらこっちで仕事をしてっていうことを考えた時にリゾートマンションを持ってる企業ってもう今すぐワーケーションができてしまうわけですよ。 でリゾートマンションに滞在しながらもうそもそもマンションの中でもお仕事できる環境を整っているのででお仕事をしてアフターファイブは温泉に行ったり週末はスキースノーボードに出かけたりっていう形でその会社の福利厚生施設として、えー、持っていると会社の人たちのリフレッシュをしたりワーケーションをしたりとかっていう場所としてすごく使えると思うんでものすごい僕は魅力的だと思ってます。 そして何より上越新幹線の泊まる駅でもあるのでわずか東京から70分程度で来れるっていうそのえインフラと環境立地っていうのもものすごい整っているところがま,たまさにユーザーだと思いますのでさらにそこにリゾートマンションを用意できているってなると会社としてもとても魅力的な福利厚生持ってますよって PR できるんじゃないかなって思います。ででで実際まあえとマンンショにによるので一概には言えないんですけどもも固定資産税を含めてて維持費って そんなに莫大なものではないのでまあ個人で持つとなるとちょっと負担は大きいかもしれないんですけど企業で所有するってなるとそんなに大きな負担はなく、えー、福利厚生施設としてユーザーのリゾートマンションを保有できるのでそういった観点から見ても、えー、ものすごく魅力のあるリゾマンだと思います。 まあただし、まあ、ぶっちゃけた話、購入すると、今度は売却しにくいと、手放しにくいっていうのも、これも事実なので、そこもまあ、踏まえた上で検討してみる必要はあるかと思うんですけども、まあ、そこも加味して、福利厚生施設っていう視点で考えたとき、ユーザーのリゾートマンションっていうのは、現実的に、 すごくお買い得な物件になるんじゃないかなっていうふうには僕は思います。というわけで湯沢、まあ、ーーリゾマンのメリットデメリット実情を僕の分かる範囲で今回ご紹介させていただきましたけどもいかがだったでしょうか今回の動画はリゾマンに住んで2年目、えー、実際どうなのっていうところでメリットデメリットを含めてご紹介させていただきました。ままた次の動画もぜひ見てください今日はここまでバイ Dude, that father is ten and permed.